もっちー、ここがクロアちゃんの個展のブースになってる。もっちー、行ってみます。こんにちは。こんにちは。ミクロです。どうもありがとうございます。展示してます。はい、ね、本日からあの個展がスタートということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ここにあの紹介のプロフィールとインスタと今回は全部新作ですか？はい、そうです。全部で何点ですか？全部で、5点の新作になります。今回からなんか作風がちょっと変わったというか、なんかスタイルが変わったと聞いたんですが、もちもち、あの作品それぞれに、うんうん、あの AR が取り付けていて、あ AR は前から入ってたんじゃなかったっけ？あ、そうです、うん、でもあの全部の作品に取り付けるのが今回初めてで、そうなんだ、すごい、うんうん、プラスあの原画の方には、うん、レジンとか樹脂を使って、うん、確かにミクソドメディアっていうかを使ってちょっと、うんうん、あの凹凸感のある仕上げにしています、うんうんうん、確かにちょっと斜めから見たりするとよりなんかこうツヤっとして立体的なレジンがね上から乗ってる感じがすごい素敵文字ですよ。ちょっとこの作風とかをイメージして、ねうんうん、載せてるんですけど、うんうん、絵だけど、うん、ちょっとあのなんていうかキラキラした宝石というか、うん、なんかそういうのをイメージして作成しています。絵、うんうん、っていうか、なんでしょう。オブジェ。あ、そう、オブジェ。オブジェ。オブジェみたいな。オブジェです。いつもミクロちゃんの絵ってなんか女の人の絵が描いてあったりとか、お花の絵が描いてあったりとか、いろいろモチーフだったと思うんだけど、今回は割と抽象的な感じってこと？はい。うんうん。モッチの顔映してたらミクロちゃんの顔映ってなかった。そうですね。例えば少し前から抽象画にちょっと絞っていこうかなと思って、もともと感情とか心の動きみたいなのを絵に描いていたんですけど、もっとそれをフューチャーした作品にしていこうと思って、で、まあ、顔もその一部ではあったんですけど、どっちかというとその音楽のとか、ここの動きみたいなギザギザとか色の動きとかに絞って作品をちょっと描いてみようと思って、なんかよりディープな、あ、そうですよ、より、そうディープに、あかっこいいね。今回 AR に BGM を一つ一つつけていて、その BGM も今回初めて自分で作ったものをあの作品にしてみました。すごい。今まで、まあ、時間が空いた時に趣味でそういうちょっと音楽っぽいのを作ったみたいなのを趣味でやってたんですけど、まあ、作品にも生かしてみようかなと思って、すごいなんか多角的な、いろんな描くから、まあ、音楽的な作品になってるって音楽をやってる方が聞いたらちょっとなんか少女作というかちょっと穴があるかもしれないんですけど、まあ、イメージの一つとして聞いてもらえたら、でもってことは全てが自分から湧き上がってきたものを形にしてるっていう、そうですよ、すごいね、すごくない、すごくないよね、素晴らしい街ですよ。なのでもしできたらイヤホンつけながらこの AR 立ち上げてもらうと、あの BGM も聴きながら楽しめるので、もしよろしければぜひ、インスタの AR の QR コードがついているので、カメラで読み込んでいただければすぐ飛べるので、印象が違うね。ちょっとパステルっぽかったり激しかったりより濃かったりとか、ブルーだけのものもあったりとか、面白い。でもっちはこのライオンが一番好き。あ、ありがとうございます、はい、これ結構時間がかかっていて、うんうん、あ、そう、もっちか、なんか貼り付けてる、結構何層に分けて描いてる、うんうん、樹脂を流した後にまた描き足して、うんうん、でまた樹脂塗ってそれで描き足して、うん、でちょっと奥行きがよく見るとあるっていう、確かに確かに、うん、あと横すごいボコボコしてるから、あ、そういうことか。これとか結構。あと波のきらめきみたいな。あ、そうですね。なんかね、ラメがキラキラしてて、はい、ライオンをテーマにしてるんですけど、うんうん、絵自体には、うんうん、あ、ライオンがこう飛び交ってる
ちょっと重ねて、あの荒波がこう、うん、ワーンって、うん、なんていうか、ワーンじゃなくて、すごい、ザブンか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 みたいな感じに描いて、うん、なのでちょっと奥行き感出したくて、うん、キラキラした水がこう、パシャーってなってる様子とか、なんかライオンとそのね、荒波の海を重ねてる絵って、なんかすごく斬新で新鮮な気がするんですよ。ありがとうございます。素晴らしいです。ね、どっちも荒々しいというか、あ、そうですね。とても力強い。もうね、平成の葛飾北斎こと三黒先生の素敵な絵画がたくさん楽しめます。恐縮すぎます。はい。というわけで、新宿の新宿眼科画廊さんでいつまでですか？15日まで。2月の15日まで。はい。じゃあ水曜日だけ5時まで、うん、水曜だけ5時までね、はい、最終日の、あとは、まあ、8時まで、8時まで、クロちゃんが運が良ければね、あの会えると思うので、あ、そうです1と、うん、12と、うん、15、うんうん、は30過ぎあたりから終日までいる予定なので、うん、そうなんだね、はい、じゃあぜひクロちゃんにね会いに来て、あとちょっと待って、これも紹介しとこう、あ、そうですね、月刊を今回販売しているということで、はい、そうですね、それ全部 AR が見れるので、うん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 、ぜひ皆さんゲットしてください、はい、あとね、あれでしょ、一応この原画も販売は可能ということで、はい、おります、だそうです、はい、皆さんぜひ直接見てこのね絵の熱量を感じていただけたらと思います、はい、それではミクロちゃんでした、ありがとうございます、ありがとうございます。